今回はシュウエメラのイエローのリップを使ったメイクを紹介していきます。 RMK ゴールドインプレッションナンバー4番のオレンジを使います。まぶた全体に少しずつつけていきます。肌に馴染むイメージで使います。マーク・ジェイコブス3セットのカラーアイライナーを使います。目尻にのみ引いていきます。マスカラはイブ・サンローランナンバー8番を使います。先にベースのマスカラを塗った状態で上からつけていきます。ラメが入っているのでまばたきをすると少し反射します。そして RMS ルナーを使います。今回は目の下に入れていきます。そうすることで全体的にツヤっぽい印象になります。そしてリップは資生堂 OR417 番をベースに塗ります。ブラシに薄く取って全体的につけていきます。そして最後にシュウ・ウェムラのイエローのリップを使います。この黄色をつけることでベースのオレンジ色を生かし、他にはない色合いが出せます。